自分で作ろう DIY アイディアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日私はここにあるぬいぐるみを作っていきたいと思います。とっても可愛らしいですね。こういうものを買うと本当に高いですので、これ私毎回言っておりますけど、買うと高いものも自分で作るととっても安く可愛らしく出来上がります。なので、初心者の方にもできるように、作っていきますので、ぜひ皆さん初心者だからといって、怖がらずに挑戦してみてもらえると嬉しいです。で、私のね、このくまちゃんもですね、全然この形は整っておりませんけれども、それがまた手作りの味といいますか、とてもね、可愛らしい愛着が湧くような子になっておりますので、それも良しとしてぜひ皆さん作っていってみてください。でですね、この、使った生地はですね、お家にあるタオル、ちょっとふわふわめのタオルとか使ってもらうといいんじゃないかと思いますけれども、そういうのないよという方は、ちょっとこれを機に買ってみてください。さあ、で用意したのは待ち針に、あと接着剤がとても今回は、いい役目を果たしますので、接着剤、これ布用のものですね、を用意してください。で、これですね、目とか口もつけていきますから、その生地に合った縫い糸も用意してもらえるといいと思います。で、中に詰め込むための綿と、あと裁ちばさみも必要です。さあ、ではまずここですね、お口をつけていきたいと思います。これはあらかじめもう、切っておきました。皆さんお好きな形に切っておいてください。で、接着剤を使う際は肌につかないように本当に気をつけながら使っていってください。さあ、これね、ちょっと乾かしましょう。で、もし、しっかり固定したいという方は、接着剤が乾ききった後でこの上からミシンをかけていただくといいと思います。で、次このような、小物のところに行きますけれども、これは手足ですね。できれば、まあ、手と手、そして足と足で同じような同じ形に型を決めて切るといいと思います。そうすると、デコボコになりません。で、縫うときは必ずこのようにきれいな面を内側同士にして縫ってからひっくり返すようにしましょう。そうすると縫い目が見えずにきれいに仕上がります。で、ひっくり返しますから、全部ぐるっと縫うんじゃなくて、ひっくり返すための穴も、それなりに大きく幅を取って開けておいてください。で、これは耳ですね。ちょっと大きめにすると可愛いと思います。このように円の部分をぐるっと縫っていきましょう。さあ、手足とあと耳、もうすでに縫ってひっくり返してあって、してから、綿を詰めておきました。で、ここですね、縫われてしまいますから、ちょっとこのようにこういう感じで縫い付けられることを想定して綿を詰めてください。あんまりたくさん溢れかえるほど詰めてしまうと縫うことができません。こんな感じですね。で、ここをもう、閉じていくんですけれども、その時にジグザグ編みとか使うと丈夫に編むことができます。すみません、縫うことができます。さあ、こんな感じですね。縫い目もほとんど目立たないと思います。で、まず、本体がね、出来上がるのを待つためにちょっと横に置いておいて、で、どちらが上でどちらが下かというのをまず決めてから、こんな風に
パーツを置いていきましょう。この辺かなとかね。で、場所が決まったら待ち針でつけていきます。で、これ縫う時にですね、この内側にちょっとポジションを置いて縫っていくのを忘れないでください。外側じゃなくて内側にね、全部の、部品が入るようにしてください。で、次このパーツを全部縫い付けていきます。足と、あと手足と耳ですね。で、どうせこれ、下の反対側の布と全部くっつけるんですけれども、まずこれパーツだけ表の布にくっつけておくと失敗せずに縫うことができますので、この一手間をちょっとねやっておくといいと思います。で、目をねまだつけてなかったので、全部のパーツの位置取りが決まったら目もね、ポジション決めてつけていってください。で、目も、接着剤でつけていきたいと思います。で、口とこのお腹の部分はできれば手縫いでつけるといいと思います。あの、接着剤じゃなくて縫っていくといいと思います。で、この鼻の部分なんですけれども、口の部分ですかね、ちょっと、こんな風に膨らましたいので、ぐるっと縫ってから下の部分開けておいて綿を入れてあげるといいと思います。こんな感じですかね。さあ、で、裏側の生地全部つけられたら裏側の生地を乗っけていきます。で、後ろ側は私ね、尻尾としてハート側、ハート柄をつけて、ここも綿を入れておきました。こんな風にどちらも綺麗な面が重なるようにして、で、最後ひっくり返しますから、まあ10センチぐらいちょっと開けておいてぐるっと縫っていきましょう。で、その時にですね、この耳とか手足の部品の上を縫っていくことを忘れないでください。ここですね。さあ、ひっくり返すとこんな風にもうすでに形が見えてきました。あとは綿を詰めていきたいと思います。手足がしっかり、手足とね、耳ですね、しっかりと縫い付けられているかどうか確認してもらって、で、このひっくり返すための穴から綿を入れていきます。そしたらこの最後の穴も閉じていきましょう。で、ね、この後ろの尻尾とか、あとお腹とかは私は手縫いでつけましたけれども、このような生地では手縫いの部分も全然目立ちませんので、この一番最後の穴をくじる時も手でやってしまいたいと思います。さあ、で、完成がこのような形です。ちょっといびつなクマちゃんですけれども、でもそれが味になってとても可愛らしいクマに仕上がったのではないでしょうか。もちろんクマじゃなくてウサギとかね、パンダとかいろんなバリエーションつけられるので、皆さんぜひ一つ作ってみたら、いろんなね、動物たちを作ってみてください。お子様にとってもとっても喜ばれるプレゼントになると思います。で、初心者の方にもとっても簡単にできますので、ぜひぜひ皆さん挑戦していただけるといいなと思います。
で、私の場合はですね、ちょっと綿が少なかったかなと思いますので、もうちょっとパンパンに綿をつけてもらうと、もっとふっくらとした、形があまりいびつじゃない子に仕上がりますし、このようにちょっとなんというか抱き枕風に仕上げてもらうのもいいかなと思います。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。今回またね、初心者の方でもできる簡単な、縫い物ということでアップしてみました。他にもいろんなビデオをアップしておりますので、ぜひ皆さんいいねを押してもらったら、チャンネル登録をしてくれると嬉しいです。編み物のビデオ、そして縫い物のビデオ、初心者の方にもわかるようにたくさん、工程を飛ばさずに説明していっておりますので、ぜひぜひ皆さん初心者の方も一緒に、勉強していきましょう。では、またね、次のビデオアップしますので、そのビデオでお会いできたらいいなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。